ただよびアウトプット古文。この時間は僕は、浅かさがお送りいたします。第45項です。第45項のポイントは、対となる名詞、丸の2番です。対義語の中で、対を作る名詞のバリエーションを見ていくといった、そういったパートになります。で、今回見る名詞はですね、マナとカナについてです。マナは、はい、知らなかったらチェック。漢字。カナは、 知らなかった軸ひらがなになります。あの、実際はね、本当はかなっていうと、正しくはひらがなとカタカナ両方含んでかななんだけど、まあ、特に古文の世界ではひらがなにあの焦点を当ててることが多いので、えー、一応ひらがなと書いておきましたが、実際はカタカナも本当は含んでます。ただ、こう、追を作る時、えー、ときに、漢字とひらがなという形で、マナとカナは捉えた方がいいわけね。で、まあ、その理由はまた後で、えー、追って説明します。 例文確認しましょう。テキストは概要欄の方からね、ダウンロードできる形になっているので、入試問題もありますから、あ必要がある人はダウンロードした上でね、えー、視聴をしてください。はい。それと、例文は、これ、紫式部日記の中でも非常に有名な部分ですね。紫式部ちゃんが、清少納言ちゃんについて、もう非常に批判的なね、えー、ことを言ってる、そんな一節だよね。清、えー、少納言こそ、下り顔に意味重はめりける人。 聖書なごんって特技が教えるよねとかって言ってんだよね。で、えさ、ー、ばかり、えー、探し出しここ、マナ、書き散らしてはべるほどもっていうふうになってて、なんだか、利口ぶっちゃって、漢字書き散らしているのに、よく見てみたら、ほんとひどいよね <laughs> っていうね、えー、こと言ってるっていう話なんだって。まあ、そもそも、実は聖書なごんちゃんはね、非常に、こう、最女、お、でしたので、この漢字、 もね、ちゃんと勉強して、漢文もね、読めるような素養を持った人なんだけど、まあそのことについて、この紫式部ちゃんがね、ちょっとあの子みたいな形で、まあやり合ってるっていうね、そんな有名なね、えー、一節の部分です。まあこれ、 同じようなね、ところに、泉式部ちゃんについてもね、いろいろ言ったりだとかあしている部分ありますから、きっと教科書にも載ってるようなね、えー、出典の部分だと思います。ちょっと昔だと、入試問題としても使われることはあったんだけど、あのー、教科書等々に載り始めてから少しね、入試の出典としては、やや減ったかなって印象ですので、まあ、どちらかというと皆さんは教科書の定期テストレベルで、ねえー、見るような、 あ、文章になるかと思いますので、あの、教科書に載ってた場合はですね、しっかりその辺、吟味してもらえたらなと思います。はい、じゃあ入試問題を解きましょう。はい、じゃあ問いの1番です。えっ、ー、と、学の意味を2字で記るせだって。で、前下にかなもいるけどね、学の意味2字で記るせって言ったら、声だよね。で、わかるかい皆さんは、青学が苦しんだの。ね。 ここで意味を二次で記るやって。いつもだったらここさ、漢字二次でって書くけど、これ漢字って書いちゃうと答えになっちゃうからね。だから二次でっていうね、この、頑張ったね、青学ってみんな褒めてあげながら書くんだよ。いいね。青学さん頑張ったね、本当は書きたかったんだよねって思ってちゃんと漢字って書いてきてね。次の問題ははい、問いの2番です。はぁ<ー>習ったこと入ってない。うん。 番書で確認する内容ね。確認するよ。確認するのは、防線部の最初にあった、女でというね、えー、この単語についての理解になります。これも何かと何かついで押さえておきたいのね。それが、男で。ないしは、 男文字が何を示すかこれが、はい、知らなかったらチェック。漢字を指します。そして、だい女で、女文字。 もう予想つくね。漢字の対義語。ひらがなね。つまり、まなとかなと同じ関係。まなとかなと同じ関係で、男で男文字、女で女文字。あの、 ってっていうのが、筆跡って意味になるときがあるからね。男の筆跡で漢字。女の筆跡でひらがな。ってなると、みんなは、んって思わないえ、男の文字で漢字で女の文字でひらがなになるってことは、え、当時って、文字と性別がそこリンクしてたのって。 そうなの。当時は男性が漢字を使い、女性がひらがなを使うの。そしてね、男性が使うこの漢字っていうものは、基本的には、オフィシャルな場面で使う文字が漢字なの。一方で、女性が使うひらがな、女文字っていうのは、 プライベートな点で使う文字なの。だから、講師という関係でも実は対義語になってる。あとはどこで一番よく見られるのかっていうと、これは文学史の話と今度絡んでくるのね。特に平安時代という時代は、男性が書く日記と女性が書く日記っていうものは大きな区別があったの。 男性が書く日記っていうのは公的なもの、オフィシャルなものだからどちらかというと、いわゆる、そうだな、皆さんで言うとこの部活動の日誌とか学級日誌みたいなああいう形。要は何月何日にこの行事をしましたとか今日はこういう仕事をしたんだみたいなことを書くよね、日誌って。1時間目現代文何かやったとかさ。 あ数学、こんなことやったみたいなこと書いて、で、最後に絵描いたりしながら先生のコメントもらうとか、ね、えー、と、謎に、知りとりみんなで始めちゃうとかね、いろいろあるでしょあれあれあれ。ああいうふうに、要は、今日こんなことが行事として行われましたみたいな記録としての扱いが多いのよ。だからこっちは記録的な性格が強いのね。一方で、女性が書く日記っていうものはプライベートなものなの。だから、言われてみれば、 古文の中で出てくる日記って女性ばっかり書いてるよね。確認しようか。かげろう日記は道綱の母。紫式部日記は紫式部。泉式部日記は泉式部。でしょさらしな日記は菅原高祖の娘。とか、基本女性が書くの。 なんでかっていうと、女性たちが書く日記はプライベートなものだから、そこに多少なりともフィクション入れて書くのよ。これね、あのー、非常に大事な目線なんだけど、ね、残りのこう、この講座の中で語るには非常にボリューム大きいからね、またどっかの機会で話すけど、まあ、とにかく大事なのはですね、要は男性たちは公的な文字として、男で男文字。 マナとして漢字を書き。女性たちはプライベートな文字として、女で女文字、かな、ひらがなを使っていたんだ。だから、その都合上から、オフィシャルなものっていうものは脚色できないけど、プライベートな日記だったら多少ドラマ性入れられるでしょで、そこに大きな物語性みたいなものを含んだ日記が出るから、それが世の中にも広がっていくと、面白いなって思って享受していくわけだよね。 だね。だから、最後ここで終わりにするね。土佐日記の冒頭って何で始まる土佐日記の冒頭はこうやって始まるはずだ。男もすなる日記というものを女もしてみんとてするなり。土佐日記は木の辛い記という男性が書いたけど、その男性が女性に固くして書いたのが土佐日記。男性が書いてた日記というものをっていうその日記はプライベートなものなの。 あ、ごめん。こっちはねオフィシャルなものなの。で、そんな日記を女性になり変わって私が書きましたっていう形になってるから、土佐日記は男性ではなく女性的な日記なんだよ。プライベートなものなんだよってことを示した、そういった作品なのね。いいかなこういう点まで抑えられると文学史が広がっていく。いいかい単なる丸暗記しちゃダメだよ。じゃあ今日の問題は はい。今日の問題は、注目は、ここに、女でって出てきてるからね。つまり、ひらがなのこと。もしくは、言い換えするなら、かなのこと。選択肢からは、かな文字。これを選べばいいんだよね。女でを心に入れて習いし、盛りに。かな文字を熱心に学んでいたこと。 ひらがなの話してるのは2番が成果でした。実は、こういった単語と文化が影響してるっていうことが見えてきてほしいのね。単語はもちろん単語として覚える点あるんだけど、こういった文化的な事象であったり背景みたいなものも合わせて知ってもらうと、そこに奥行きが広がっていくね。じゃあしっかりね、文化に関する話っていうのも、どこかで皆さんと共有しなければいけない。そんなタイミングが来たかなと思います。 じゃあ今日はこの辺で。本日の授業はいかがだったでしょうか復習はその日に1回、1週間後に1回、1ヶ月後に1回、最低3回はやって、必ず自分の身になるように復習してください。授業が良かった場合は高評価、さらにチャンネル登録もお願いします。